げこぼれた。いただきました。これね、毎回ね、こう長いのは持ちやすくていいんですけど、これ苗入るな、これここをこう穴開けて、待ってよ、動くか、動くか、でここ穴開けたら第4周発想の、いやいや、これを一回半分に切って下で押さえれば苗、なんかないかなって思ってたんですよね。家賃感謝していただきます。ちょっと今日はすごいいい話よ。めちゃめちゃいい話があって。いい話といえば、勘が鋭い方なら分かったでしょ。インドからステノペタラの種が届きました。あ、まだうちには実際届いてない。日本の、植物検疫場を通ってパスして沖縄に来てうちまで来たんですが、ですが不在でした。畑に行ってて。来ましたね、次に。はあ、暑いわ、沖縄は本当に暑い。でね、今日はあの畑を、あの、なんていうの、畑をね、ちょっとあの台風来てるでしょ。で、台風来てて、まあどうなのかなっていう、その今回の台風がその見てる限りでは結構離れてるけど、まあ、多少なりとも影響あるね、雨マークになってるから。俺ね、別に雨、まあ雨もまあどっちかでまあ好きじゃないけども、
カタツムリが大発生するからね。まあもうそこはもうしょうがない。もう俺の中でしょうがない。だから、まあ、カタツムリが食べて、そこからモリンガがどれだけ復活するのか、もしくはダメになる、全部食べられる可能性もある。それも、もういいとしよう。あいつらもほら、生きるのに必死だからね。その中で生き残った奴らだけでもって思ってるんですね。で、風が吹くとは、モリンガは弱い。明後日ぐらいから天候が悪化してくるんで、明日はまあ天候がいいという予報が出てるんで、明日一気に葉っぱを落とします。ちっちゃい苗も落とす。で、もう風の影響できるだけ、本当はね、こう一本にしてても、カタツムリ食べるとき食べるけども、最低限守れるのは、やっぱり葉っぱをもうほぼ落とす。ほんのちょっとだけ、先端だけ残しても、ほぼ全部落とす。だってそれが倒れちゃ、もし倒れちゃったり、まあ、カタツムリの雨宿りになって、全部葉っぱ食べられたら、元も子もないから、一本だけ残っていれば、そこからまた復活してくるね。全部のモリンガを木にすればね、そこまでいけば、ちゃんとモリンガを育てられるっていうやり方が分かってくるんだよね。水みたいに飲めんな。こう、なんつうの、ガキの頃に飲んでたら、なんで、そうだ、なんだったっけ、名前。ラムネ？ラムネとかの味になんか似てるね。甘みがあって。ラムネ、スプライト、なんかそっち系。どうなるかな。今日もちょっと、今日もですね、落として、葉っぱ落として、で、収穫して、で、明日、風の動きを見て、なんかまだね、7、8メートルって出てるんですよね。一番強い日でも。でも7、8メートルでも山だったら、まあ、確実に10メートルは吹くでしょ。10メートルはね、ダメ。苗むき出しだってダメですね。だから、どこまで、まあ、風が吹くのかとかさ、まあ、自然のことなんで、まあ、予測ではね、実際ではちょっと分かんないけど、めっちゃ嬉しい。だって俺ね、インドからさ、行ったこともない国じゃないですか。行ってみたいなっていうところはあります。ありますね。でも、行ったこともない国から、その種を買うっていう、その、よくわからないサイトから、
だから半分さ、もう届かないのかなっていう気、それも想定してましたもん、最初から。まあ、届かなかったらいい勉強になるかな。まあ、勉強っていうか、まあ、勉強はしたくないけども、まあ、届かなかったらなーって思ってたけど。あ、でもまだ実際自分の目で見てないからね。いや、届いたら、今日再配達したんで、届き次第、今日から発芽の体制に入って、お湯のやり方、一晩水につけるのかな。水につけて、明日の朝出してポットに植える。そうっすね。そうやな。まあいつもの同じスタイル、ポットっつうか、こういうなんかこのなんつうの、なんつうの、この豆腐のパック取ってるんですね、豆腐のパック。で、長いこと豆腐食ってないなと思ってた最近。だ今日大杉さんに豆腐もらったんですよね。油脂豆腐すれば。豆腐のパックプラスで、豆腐のパックに、まあ6個ぐらい入れたやつを、3つぐらい、サブ68、18個作って、発芽率とか見て、で、そこから芽が出たやつを、ポットね、ポットで、ポットだけど、土がないな。土考えよう。土がね、1個プランターをのモリンゴ全部抜いて、もうこんなでかくないではないがね、全部抜いて畑に植えてもいいけど、まあ植える場所はまあね、いくらでもあるんですけど。どうしようか。考えよう。J って100、100、100？ん？J にね、土売ってるんですよ。170円か130円か。170円か130円か、なんかそんな感じだったと思う。なんかこれぐらいの8リットルぐらいの入れ物、5リットルぐらいの入れ物バチッ入ってるんですよ。それが130円か170円か、170円だったっけな、175円、ちょっと忘れた。
売ってるんで、それ2つ買って、まあ、金使いたくないけど、使いたくないな。まあ、土はね、畑に木あるんですけど、そう、カタツムリがいる土なんでね。ちっちゃいね、食べられるからね。葉っぱが柔らかいの好きでしょ、カタツムリ君ね。苗食べられても育たないでしょ。でも実際自分の目はまだ目で見ててない。開けてもいなければ。今日来ますか。植物検疫証明書が入って植物検疫所を見事にチェックを受けて出た。ちょっとびっくりっすよ、俺の中で。なんか俺の中でやっぱりどっちかっつうと来ないのかなっていうのもちょっとあって、ちょっとなんかこれ博打みたいな。そのメールのやり取りだけで買うわけですよ。本当それですよ。メールのやり取りで買えるインドからちょっとあれでしょう。あ、英語ですよ。電話でもなく声も聞けないわけよ。メールのやり取りで、お金はどこ、どういうふうに振り込むのってサイト上じゃないわけ。直接なわけよ。そしたら、インドのどこどこ、インドじゃない、まあ、なんていうの、この、地球上で、まあ、地球上ですか、よく使われてるその金融機関、ネット上の金融機関のお金を送金するようなシステムがあって、そういう名前なんだったっけな、俺も初めて聞いたんですね。俺海外に住んでるから、ペイパルとかがまあメジャーだったんですけど、そういうのに全く聞いたことなかったんで、えっと思って、そこから振り込んでくれって言われて、そこ調べたらかなり安全性があって、世界中でかなりユーザーがいるサイトだったんですね、支払う機関が。あ、こんなあるんやと思って、でもこんなん知らんかったんだ、うわーっと、もう自分で思ったんですよ、なんか。まあ、アメリカだとペイパルっていうのは、まあ、もう誰でも知ってるような感じなんですけど、世界規模で見ると、なんかその名前忘れちゃったけど、そこはすごいこう、知られてて、あ、まあ、安全性があったんで、やっぱクレジットカード登録するなんか気持ち悪いじゃないですか。まあ、限度額はクソ低いんですけども、なんか嫌じゃないですか、使われるのが。で、大丈夫かなとか思ったけど、そのサイトは安全性、ちょっとし、まあ、安全性つかも、そこで支払ったらもう終わりですけどね。そこが支払、あの、保証してる、くれるとかそういうわけではないんですよ、別に。そこが販売サイトとかじゃないから。だから、カードを登録するっていうことに関しては安全性があるなと調べて分かったんで、もう調べて分かったっていうか、まあそんな体験じゃないですよ。種買うぐらいですからね。のやりとりですね。海外との、インドとのやりとりがちょっと、あ、洗濯だ。海外に住むとさ、海外に長いこと住んでたから、そのメールのやり取りとかで、そのか、その相手の信頼性とかがなんかほら分かるわけですよね。フレンドリーな人とか、そういうその言葉だけで大体、ほら、英語でも分かってくるわけね。例えばこう、はいから始まって、調子はどうって入る人もいれば、
なんかこう別にもその要件だけここに振り込んで、はい、以上みたいな。なんかそういう感じかみたいで、最後にほらなんかありがとうとか最後に自分の名前乗っけるっていうのも、なんかその人のやり取りした人の名前すらも分かんなかったわけですよ。まあそういうしっかり、例えばまあしっかりし、まあ、どこはしっかりしてるのか、まあ、しっかりしてる人だったらそういうやり取りに名前があって、最後にまあありがとうして名前があってっていう、そういうそのなんていうの、マニュアルっていうか、まあ俺が今まで見てきた流れだね、そういうのはあったけど、なんかその要件だけ伝えてずっとやり取りがあったから、大丈夫かなっていうのはあったよね。あっちはね、こっちの個人情報知ってるけど、俺はあっちの情報知らないわけ。あっちが言ってこないからね。もちろん、振り込み先だけは分かったけど、だからその不安がすごいあったんですよね、ちょっとね。でも、無事に来たからね。まあ、次の、この次の動画では、ステノペタラお見せできるはずだと思います。今日届けば、もう一回動画作るから。今、ダンってドアが閉まる音が聞こえた。車のピンポンが。今日皆さん楽しい一日。安全な一日。1分1秒を大切に、残り限られた人生を、たくさん地球のために使ってください。ピンポン来るの、ピンポン来たら。